新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに新しく始めたことをアンケート調査したところ、不要品の処分と答えた人が最も多くなりました。日本生命のアンケート調査で、コロナ禍をきっかけに新しく始めたこと、または量や頻度が増えたものがあると答えた人は 52.5% でした。そのうち最も多かったのは不要品の処分で 31%、 次がオンラインショッピングでした。不要品の処分は年齢が高いほど多く、オンラインショッピングは年齢が低いほど多い傾向です。